ああ、どうしましょう。困ったわ。どうしたんだい、ピーチ。あ、マリオ。あのね、さっきからキノピオをどこ探しても見つからないの。キノピオが行方不明？クッパに連れ去られたのかな？多分違うわ。クッパだったら、お前の大切なキノピオを預かった。とかいう変なメッセージを残していくはずよ。ピーチ、クッパのモノマネ上手だね。うふ、ありがとう。それじゃあどこ行っちゃったのかな、キノピオ。おやおや、お困りかな？あら、あなたは？私の名前は名探偵イケメン男。あなたのような美しいお嬢さんの悩みを解決するのが仕事です。あら、そうなの。なんだか信用できないやつだな。ヒゲの人は黙っていていただけますか？今美しいお嬢さんと話してるんです。それで何か事件でも？このイケメンかつ名探偵がお嬢さんの悩みを解決いたしましょう。あの、さっきからキノピオが行方不明になってしまって、どこにいるかわかりますか？誰かに連れ去られたのかも。なるほどなるほど、行方不明ですね。そのキノピオという人の特徴は？キノコみたいな頭をしているのよ。色は赤と白だよ。ヒゲの方には黙ってていただきたい。今お嬢さんと話してるんです。なんだこいつ。なるほど、キノコみたいな頭をした赤と白の人ですね。すみません、改めてお聞きしますが、それって人なんですか？人かな、どうなんでしょう。そう言われると自信なくなってきました。人ではないかもしれない、キノコのような存在、そういうことですね。はい、そうです。犯人は誰か分かりましたか？はい、犯人が誰か完璧に分かりましたよ。やばいやつだと思ったけど意外にやるな。今回のキノピオ失踪事件、犯人は？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 俺だ！ピーポーピーポーピーポー。はい、逮捕です。おざーす。あ、連れ去られそうになったキノピオさんは皆さんの元にお返ししますね。ピーチさん、マリオさん、よかった、キノピオ。僕、あの名探偵イケメン男とかいう人にキノコだと思って持ち帰られそうになったんです。やっぱりヤバいやつだったか、名探偵イケメン男。だけどキノピオを連れ去ろうとして、自分で推理して自分で犯人だと名乗り、そして警察に捕まる。なんだか不思議な人だったわね。名探偵イケメン男、今後も気になるっていう人はグッドボタンを押してくれると嬉しいな。コメント欄に皆さんの感想も教えてくれると嬉しいです。チャンネル登録がまだの人はチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。みんなのコメントお待ちしてるよ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。